キャベツの千切り、調理例千切りとは、食材の切り方の一つ。大根などの野菜を細長く刻むこと、または細長く刻んだもの。コロッケとキャベツ線、切り盛り付けで一般的には細長く切った食材や、切り方をまとめて千切りというが、細長く切った食材の太さや、大きさにより、複数の故障があり、カツラ向きを用いて、可能な限り薄く剥いたものを折りたたみ、 一辺の幅、または厚みを 1mm 程度以下に切り揃えたものを、特に千切りと呼び、他の故障と使い分けることがある。繊維方向に細く切ったものを、縦剣、繊維方向に対して直角に切ったものを、横剣という。千切りしたものは、長い繊維が残るため、刺身の妻として用いる際にシャキッと立てて盛り付けることができる。包丁を使い慣れていないものが、 千切りを行う際、切るものを押さえる手、特に親指を誤って切ることがある。親指を内側に曲げることで、その危険性を低くすることができる。料理初心者が千切りを行う場合は、料理経験者の監督のもとで行うことが望ましい。また、ネギやキュウリなどの野菜を千切りする場合、切ったものが転がって、まな板の外に出てしまうこともよくあるが、 材料をやや斜めに切ることでこれを防ぐことができる。とんかつなどに添える千切りキャベツの場合、新鮮なものにはほのかな甘みがあり、歯触りも軽快に感じられる。この感触を高くするために水にさらすことがあるが、揚げ物がもたらす胸焼けを防ぐ成分をも水に流してしまうこととなる。このため、ある程度粗く切った上で水にさらした方が良いとされる。ありがとうございます。